おごめーん大下の高知親方です。11月に入りました。秋深まりつつありますね。文化やスポーツの秋。えー、皆さん、心と体、生き生きさせておりますか、えー、今回はですね、そのスポーツ、まあ、そして文化の秋にちなんで、そして、まあ私が活動している青年団の話題です。えー、毎年11月中旬。 全国の青年による文化と体育の祭典、全国青年大会というイベントが行われております。えー、今年はですね、えー、まあ文化とね、のみのオンライン開催ではございますが、えー、昨年できなかったですね、2年ぶりの復活となりました。えー、私の地元、大分からもですね、この全国青年大会出場があります。えー、今回はその今年行われます、 第69回の全国青年大会、えー。これに関するお知らせを行います。まあ、そもそも全国青年大会って何、えー、今年はどんな感じのですね、イベントになるのそして、えー、大会の様子、ね、私たちでも見ることができるんでしょうかというところをですね、メインにご紹介いたします。 で、合わせて、えー、じゃあ、親方、ね、過去、全国青年大会、どうやって関わってきたのといった、まあ、簡単な体験談もご紹介いたします。えー、今週、11月13日土曜日に、の午後行われる全国青年大会について、まあ、一人でも多くの方にですね、この大会をご覧いただいて、応援いただいて、そして、 青年団にもご興味を持っていただければ幸いです。そんな思いで、今回、私も動画で語らせていただきます。今回もお付き合い、よろしくお願いいたします。まず最初に、そもそも全国青年大会って何っていうところからご紹介いたします。今後ですね、全国青年大会は、全盛大と呼ばせていただきます。まあ簡単に言いますと、 この全国の青年による文化と体育の祭典です。えー、まい大体こうですね、夏から秋にかけて、え、全国各地で、こう、いろんな、まあ予選が行われまして、そこを勝ち上がった、まあ各都道府県代表の精鋭たちが、大体こう2000人ぐらい東京に集まってですね、まあ競技をしたり、そして交流をしたりする一大イベントです。 ま、この全生体の魅力というのは、ま、私なりに大きく3つあるなと感じております。1つが、勤労青年や地域活動に励む大学生が主役であることですね。2つ目が、全国の仲間と交流できること。3つ目が、自分に挑戦できることです。え、最初にまず勤労青年ですけれども、え、まあ、この全生体というのは、 究極なアマチュアの全国大会とも呼ばれています。え、プロではなく、まあ普段、こう仕事をしながら、そのプラスアルファで、こう地元のためにですね、そして若者のために頑張っている青年、これが主役というのが大きいです。で、加えて近年は大学生の参加もできるようになりました。えー、大学生も学業をしながら、こう社会人の先輩と一緒に、こう地元のために頑張っている、 でそして自分でね、挑戦もできるということで、えー、そういう勤労青年や地域活動に励む大学生が主役であるというのが、まあ非常に私これ大きいポイントかなと思っております。えー、またですね、全国となの仲間と交流できるというのも、この全国青年大会の、えー、まあ醍醐味でもありますし、目指しているところでもございます。 もちろん、各競技ですね。いろんな種目があって、その、勝ち負けというのも大事になりますが、えー、それを超えて、さらに、全国で活動している仲間、この同志と一緒に交流ができるというのが、この全生体の魅力の二つ目。そして三つ目、自分に挑戦できるということで、こう自分がこうね、仕事しながらも、 ですね、えー、いろんな例えば文化でね歌うことが好きですから合唱みんなで頑張りましたフットサルやってて仲間と一緒にまたですね全国の舞台に挑戦したいというこういう挑戦ができる場というのも、えー、全生体の担う役割ね大きいと思っております。 まあよくですね、あの言われるのが、ええー、ね、学生時代やってた、ね、叶えられなかった夢を、かね、社会人になっても叶えられる場所だというところが、これ大きいですね。あのー、まあ今は残念ながらないんですが、例えば、この全生体の開会式、えー、かつては、あの、国立競技場で行われました。あの、古い方というかですね、旧の方ですけれども、まあそれだけでも夢でしたし、 えー、特にまた陸上競技になると、その聖地、国立競技場でね、走ったり飛んだり投げたりできるという、これがね、非常にあの、魅力といいますか、夢ということで、こう、社会人になっても、自分の夢を叶えられる場所。そして、そこにこう、全国の仲間が集まって、同じように頑張っている人と交流や出会いがあるというのが、この全盛体、非常にまあ、期待されていることでもあり、 毎年楽しみにされている方が多く、ね、いらっしゃいます。そしてですね、これ非常に歴史が長くて、えー、今年2021年が69回大会。そして来年がなんと70回の、ね、節目を迎えます。もともとですね、1952年のサンフランシスコ講和条約ですね、これをきっかけにですね、えー、全国の仲間がこう集まる全盛体が行われました。 えー、ですから、全国各地のですね、この、先輩方というのも、たくさん、こう、全盛体に、こう、関係のある方が、非常に多い印象がございます。私の地元ですね、大分でも、結構、全盛体に出たとかですね、そういう方がね、多くいらっしゃいます。本当に、こう、何ていうか、全国の若者が、こう、一堂に関して、 交流やこうね、競うという、こう大きい大会が長年続いているというのがですね、非常に、まあ、ご先輩方が頑張ってきた、この青年団の素晴らしさだなと、私は感じております。えー、全国青年大会、詳しいことにつきましては、あの、公式ホームページで、いろんな概要でありますとか、こういう競技がありますよっていうことは載っておりますので、ぜひあのですね、インターネットで検索をされて、えー、まずは全盛大のホームページも一度ご覧ください。それでは、 今年2021年の第69回大会について簡単にご紹介いたします。えー、実は昨年2020年は、えー、残念ながら新型コロナウイルスの影響で全面中止となりました。で、今年こそは2年ぶりに全盛体で復活をというところで、いろいろと話し合いなど準備を進めてまいりました。えー、結論ですが、えー、文化の、の部のみ、 オンラインで開催となりました。えー、残念ながら、体育の部につきましては中止となりました。やはりこう、全国から集まるというリスク。そしてこう、対面、結構体もぶつかるなどのね、バスケットボールなどはあってですね、えー。そういうリスクがあることを鑑みて、まあ、あの全、全国青年団と話し合って、えー、体育の部は残念ながら中止。あの、各都道府県では行われたところもございます。 で、文化の部につきましては、えー、まあ、オンラインで、こう作品ですね。例えば合唱や舞台発表などは、こう事前に動画に撮って、そして写真展や生活文化展といった展示品は、こう事前にこう、その写真を見せながら、で、当日は意見交換などをするということです。 ま、この文化の部、えー、ま、余談ですけど、オンライン開催できないかなっていう、まあ、よ、私も実は大分県代表として、えー、理性教のですね、会長、まあ、実行委員長にも、ちょっと、ちらっと、お願いはしたことがございます。えー、ということで、今回はですね、えー、11月13日、まあ、実質本番は1日のみなんですが、えー、午後に、この文化の部が開催されます。えー、文化の部の種目は、合唱、郷土芸能、 写真展、生活文化展、喉自慢、舞台発表、意見発表が行われます。えー、その文化の部なんですが、まあ、オンラインということで、まあ、実は、えー、一般の方も、えー、ご視聴ができます、えー。オンラインのアプリ、ズームというアプリ、そしてインターネットの通信環境があれば、えー、参加ができます。 えー、まあ、実は各、このズーム、種目やですね、開会式などで、えー、独自のアドレスやパスコードなどがございます。えー、そちらにつきましては、えー、まずは、えー、日本、えー、指定しました、全国青年大会の、まあ、公式ホームページでも紹介をされておりますし、まあ、こちらに添付しております、QR コードからも、えー、アクセスができます。 あの、ブログでも、ね、貼っておきますので、よろしければご活用ください。あの、まあ、この、いろんな種目が、まあ、大体、えー、13日の土曜の午後からですね、行われますので、どんどんいろんな種目をですね、回っていただいて、お楽しみいただければと思います。ぜひ、あのー、せっ、ね、この全国各地で、頑張っていらっしゃる、この文化のですね、えー、頑張る団員の皆様を応援していただければと思います。 えー、私も、えー、開会式からですね、この後写真展まで一応終日で参加をいたします。あの、私を探さないでくださいというのは嘘ですけれども、えー、来てくだされば本当にありがたいです。えー、その文化の部の中でも、えー、今年大分からは写真展に参加をいたします。えーまあ、1名ですね。まあ、一緒に地元で活動している。 文豪の青年団、七色ベースの、えー、後輩メンバーが、えー、まあ2点ですね、出展をいたします。えー、まあですね、共に、えー、地元大分県の魅力を映した、えー、作品を、えー、出品です、えー。実際写真展は、えー、2つの部門がございます、えー。1つがテーマ作品の部。で、もう1つが自由作品の部。今年のテーマ作品は青年による 地域活動を掘り起こす写真というのがテーマです。えー、大分は、えー、今年ですね、えー、自由作品の部でエントリーをしております。えー、まあ、今回ね、出る彼なんですけれども、まあ、中学校時代から写真撮影が好きということで、このですね、写真を通じて、この地元大分の魅力を伝えたいと意気込んでおります。えー、もう彼かなりですね、あのー、カメラの腕前もすごいですし、このね、 地域愛、地元愛というのが溢れ出ておりますので、ぜひですね、彼の作品も見ていただきたいなと思います。当日は、あの、ちょっと彼が参加できませんので、えー、監督である私が、えー、参加をいたします。えー、一言 PR 私が、えー、行います。彼に思いを聞いております。えー、後ほど紹介しますが、えー、写真展でも、えー、意見発表でも実は私、日本一になったことがありますので、しっかり PR も頑張ります。 えー、加えまして、えー、今回写真展結構ね、多く作品が、えー、北北海道、南はね、大分、宮崎まで出ておりますが、えー、いろんな各地の面白いこう場面やですね、人物像、風景画像、いろいろございますので、あの、ぜひ、あの、QR コードですね、当日、えー、ズーム入っていただいて、その全国各地の LINE による素晴らしい写真作品もご覧いただければと思います。 えー、まあ、いろいろね、語っている、じゃあ、親方自身は、この全盛態度、まあ、どのように関わってきたのということで、えー、まあ、断歴16年目を迎えました私が、えー、まあ、参考になればという思いで、簡単に、えー、体験規模の意味でご紹介をいたします。えーまあ、私自身は、えー、選手としては、えー、過去4回。そして、えー、監督とですね、引率者としては過去2回。今年で3回目になりますので、 まあ、過去6回、プラス今回で7回目の、えー、全盛大参加です。えー、最初にあのー、自慢話、手前みそ失礼いたします、えー。先ほどもご紹介いたしましたが、えー、私実は、えー、過去意見発表、そして写真展で最優秀賞、まあ、いわゆる日本一金メダルをいただいたことがあります。イイえー、しかもですね、それぞれあのー、 意見発表は熊本県の時。そして写真撮ね、点は大分県と。まあ、実は二つの県団で、えー、最優秀賞をいただいたことがあるという、まあ、珍しいというか、多分私だけでしょうねというところで。まあ、もちろん順位が全てではないんですが、えー、やはりこう、大会に出る限りは、やはりこう、上を目指したいという気持ちは、まあ、皆さんあると思います。まあ、この他はですね、えぇ、ー、まあ、 いわゆる加作銅メダルとか、そして監督と、因素となってからは剣道がですね、えー、銀メダル銅メダルを取ったいなど、えー、もう過去6回中なんと5回は何かしら私もメダルをいただいているという、えー、本当にありがたい、恵まれた男でございます。えーまあ、簡単に過去参加歴を言いますと、えー、最初に参加したのが2008年、えー、当時熊本の私大学に通ってて、熊本剣団 の代表として意見発表に参加をいたしました。意見発表は、いわゆるこうスピーチコンテストです。まあ、青年団活動、もしくはこの若者が,が日常で感じたこと、思っていることを、えー、確か10分間ですね、まずはスピーチ、主張をします。それを踏まえて、その後会場の参加者や、そして審査員からいろんな質疑応答をするというところが一つの競技です。 えー、まあ、ありがたいことに私がそれで、えー、初出場ながら最優秀賞日本一をいただくことができました。これ、えー、まあ、その発表内容を簡単に説明しますと、えー、タイトルが都市型青年団というキーワードです。まあ、それまでの青年団と、これからの時代の新しい青年団像を、まあ、それぞれ語ったですね、えー、内容です。まあ、簡単に言いますと、えー、まあ、 そもそも長いこう歴史ある青年団というのは、そのまあ地元でずっと生まれ育って、で、お仕事もその地域でえ活動されている団員がこう、地元のために頑張っているという、まあ、ふるさとを軸としたえ団体ですね。もうずっとそこにいる方が頑張っている青年団がまあ、基本的なんですが、ただ、あの、私がまあ、いた熊本市というのはですね、もう、 政令指定都市は当時なるかなっていうぐらいで70万人ぐらいいる。まあ割と大きい都市での青年団でした。で、熊本市になると、まあ例えば私がそうなんですが、例えば進学で熊本市に行った。で、また就職で大分に帰ったように、いろんな、例えばいろんな出身地の方が、 ま、進学やですね、転勤、結婚などを機に、えー、まあ、熊本市に来て、そしてまた、転勤の逆に抜けていく人もいるという、まあ、いろんなふるさとを持った人がいて、そしてどんどん人の移り変わりも激しい、まあ、そういう年型の青年団っていうのが今後増えますよと。で、ただ、えー、まあ、昔ながらの青年団も、まあ、いわゆる市型の青年団も、もうどちらにもう共通しているのは、やはりなんだかんだで、 一緒に顔を合わせてですね活動する汗を流す感動を共有することがやっぱりどの時代も大切なんだなというまあお話をしましたえー、これがまあ非常にこの問題提起をしたことそして実は発表時間が10分ちょうどほんとぴったし9分なんか50秒ぐらいできっちり収まったというところがかなりえー、審査委員会高評価をいただきました ま、一方で、あの、もうちょっとそのね、せっかく熊本市に来て、えー、その青年、その地域の青年団の歴史を学びましょうという、まあ、課題もいただきましたが、非常にこの発表していてですね、えー、共感してくださる方が多かったのが、えー、かなり嬉しかったです。そして大分に戻ってきて、えー、写真展に3回、えー、出展しました。えー、1年目は入賞ならず、で、2年目が、えー、加作、銅メダルをいただきました。 その時はあのテーマ作品で青年団活動の中の写真ということでですね、仲間がこうラーメンを面白そうに食べている風景が非常にインパクトがあるということで、え、加作をいただきました。で、その翌年、2016年に、え、最優秀賞をいただいたのが、え、地元のですね、文豪大の市のホタルを、え、撮影した写真がありがたいことに日本一の評価をいただきました。 えこの時実はですね、えー、ホタル確か2年目で、えー、で初めて私が写真を合成するという技術に挑戦した作品です。あのー、ま、ホタルの写真、実は私その写真自体の質は決して良くはないと自分でも思っています。やはりまあ上には上がいてもっとですね、ホタルの数いっぱい合成してもね、できるはずだったんですが、ただ、なぜ日本一になったか、そこは 実はこう2、3年と私が写真展に毎年撮影をしている、まあその継続力や努力というところが評価されました。そして、こう新しい技術に挑戦されたというところも評価。要はですね、まあ写真の作品もそうなんですが、こうずっとね、頑張っている、努力しているという姿勢がこう褒められたというところが、もう本当に私ありがたかったですね。 そして、まあ、私が大分県の団長になってからは、えー、まあ、引率で、剣道ですね、の、まあ、監督といいますか、選手団代表を務めました。 えー、その中で男子剣道がですね、1年目が団体と個人でそれぞれ、えー、銅メダル3位。そして、えー、2年目2019年が、えー、ですね、なんと準優勝までね、行きました。えー、まあね、あの選手の皆さんにとっては、まあ金メダルね、とりあえずにかなり悔しがってましたが、 もう私自身そのね、頑張りもすごいと思いますし、その悔しさを今後のですね、活動にまた生かしていただきたいなということで、えー、まあですね、私も選手ではなく、まあ、いわば監督という立場ですけれども、本当後輩から刺激をいただいたり、こう学ばせていただいております。まあこのように、まあ今ずっと記録や自慢のような話になりましたが、やはりこう自分のね、挑戦っていうね、ところではこういう、 頑張りがですね、こう認められるというのはかなり嬉しいですし、そして、こういろんな一緒にね、例えば剣道だったら全国で頑張っている、えー、皆さんとかですね、そういう仲間との交流ができるというのも、このね、全生体の醍醐味ですので、まあ自分のね、挑戦、そして仲間との交流というところ、これはやっぱりこう、私も選手とね、監督として、えー、それぞれでやっぱりこれね、大事だなというふうに感じております。 ですから今回ですね、えー、この写真展、あの、私の後輩がね、出ますけれども、本当ね、こう、後輩にこういう全国の場というところ、非常に貴重ですから、ね、頑張ってほしいなという気持ちでも応援をしております。えー、ということで、まあいろんな今年のですね、予定ですとか、過去の体験談をご紹介してまいりましたが、いよいよまとめです。もう一言で言えば全盛体。 この全国の仲間との交流。これが大事だな、というところにもつきます。まあですね、年に一度のイベント。ね、まあ本来であれば、もちろんですね、この東京に行って、こう全国の仲間と直接交流して楽しむ、ですね。というのがいいんですが、まあなかなかそうはいきません。 えー、まあ、このコロナ禍の中で、えー、オンラインという初めての試みにですね、挑戦ということで、えー、本当大会本部の皆様本当にありがとうございます。まあ、実際のところですね、えー、あの、この東京に行くっていう、まあ、特に九州ですね、えー、というのは地方でして、結構やっぱ東京に行けるのっていうだけでも、これかなりいい刺激とか目標にもなります。で、まあ、正直、熊本大分時代、 ね、どちらも、だいたいそうなんですが、だいたいこう、女子の選手はこう、全生体行くついでにこう、夢の国に行くという、ね、子がだいたいいましたね。えー、まあ、それも一つの楽しみですし、ね、あの、目標でもあります。まあ、私の場合は、えー、熊本時代、大学の時は、えー、ちょっと山梨県行ったことないから、こう、山梨県行って、 あの、富士河口湖のですね、好評に感動しましたし、また他の都市ではこうですね、えー、東京にいらっしゃる青年団先輩と共にこうですね、韓国料理新興国もに行って、韓国人の友人の方と、そして青年団の九州出身のね、在京の方と一緒に交流するなど、まあ、全国の半ばプラス、その現地でさらなる楽しみがあるというのも、全国青年大会の楽しみです。 そしてですね、今回はまあオンラインとはなりますけれども、やはりですね、こう一緒に全国の仲間と、まあ、特に写真展の場合は、いろいろ一緒にこう写真を見ながら、それぞれで感想をね、言い合うという交流の時間もございます。あの、ですからこう、ね、自分への挑戦もそうですし、こう全国の仲間との出会いですね、そしてこう、お互い意見交換しながら、お互いをこう高め合う、 ね、そして仲間となってね、一緒にそれぞれ頑張っていこうっていう、これがやっぱりこう全国青年大会、もう私も何度もね、携わっておりますけれども、これがやっぱり一番いいのかなっていうね、楽しみだというふうに思っております。えー、ですので、まあ今回、まあオンラインで、まあ、地方の方も、まあ簡単に言えばアクセスがしやすい、こう、文化の部をですね、こう、いろんな種目、当日何種目もありますので、どんどんこう、時間によってこう、ね、 写真展に限らず舞台発表、生活文化、いろいろ合唱などありますので、えー、ご覧いただいて楽しんで、そして、えー、全国各地のこの青年の皆さん、応援していただければ大変ありがたいです。で私もちょっとね、当日写真展ずっといますので、緊張はしてますが、えー、全国の仲間との交流、ね、今年も楽しませていただきます。えー、ということで皆様ぜひ、あの、全国青年大会、 ま、一度ホームページをご覧いただいて、えー、当日ズームでアクセスをお願いをいたします。えー、ということでですね、えー、今回は第69回全国青年大会の、まあ、ご案内をメインに行わせていただきました。えー、一人でも多くの方がですね、改めてこの全盛体、そして、えー、頑張っているこの青年の姿、えー、ですね、応援していただければ幸いですし、この青年団活動というものを え、ですね。改めて、こう、知っていただけると、まあ、現役の団員、ね、しかも私、県の団長をしておりますが、えー、ま、中心メンバーとしても、かなり、ありがたいのですので、引き続き、よろしくお願いいたします。えー、ということで、今回も、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ね、よかったよってね、動画よかったやん。あんた、よう喋るなと、ね、思ってですね、感動された方、いらっしゃいば。 いいねボタンを押していただければ大変励みになります。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、いろんなジャンルを私は使っておりますが、えー、青年団のことも、えー、結構ですね、えー、取り扱っております。えー、まあなかなか青年団 YouTuber というのはかなり少ないですので、まあ、私もそのですね、いわば貴重な人材の一つになりたいなと思っております。 ま、そもそもこの、私自身も、動画配信を通じて、勉強や交流もさせていただいてますし、これ自体も新しい青年団の、こうですね、活動かなと私は思っておりますので、ぜひ、いろんな、あの、ね、ジャンルもね、ですね、動画もご覧いただければ、えそして、ね、ご覧いただいた方が、ああ、こういう分野もね、こういうジャンルもあるんだとかですね、これ興味あるなというふうに、こう、いわば視野や興味が広がっていただければ、 この上なく思っておりますので、どうか私のチャンネル引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。それでは、またドスコーイ <laughs>